皆さんこんにちは。あなたのハートは狙い撃ち、特急特急コマジャンです。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、ということで本日はこちらのスタジオに来ているということは演奏動画なんですけれども、私ですね、スネアの演奏動画去年出したかブルースプリングとか出したと思うんですけど、スネアとかマジで本番で一回もやったことないレベル。スネアは本当はこういうのがやりたかった。昔はね、今ティンパニが大好きだけど、昔はこういうのやりたかったなと思ってたので、でもずっとやってなかった。ずっとティンパニをやってたので、第二の指揮者って言われる、うまい存在みたいな感じだったから、イヤリングをする。そう、前回ここでさ、イヤリングをさ置いてっちゃったのね、落としてっちゃったの。ただわざわざさ、夜結構遅かったの、7時ぐらいわざわざ外まで来て、小林様落ちてますよ、落とし物ですってわざわざ届けてくれたのね。ありがとうございますって、ここでも話したんですけど、ということで本日は演奏動画をしていきたいと思うんですけれども、本日はこちら2024年度課題曲1番勇気の旗を掲げてです。よろしくお願いします。いつもこうやってティンパニが並んでるからさ、なんかちっちゃく見えるスネアドラムが、別に私が大きいわけじゃなくて、スネアドラムがちっちゃく見えるっていうか、いつもティンパニを見てるからね。うん、私が大きいわけじゃないからね。私マジ最近ほんと太ったんだよね、理解してって感じなんだけど、それでは早速いきたいと思います。レディゴちょっと途中ね、言い合ってたじゃないんだけど、ほんとちょっと見失っちゃったなって。もう裏拍というものに慣れてなさすぎて、大丈夫かよ、大
った感じではあるんですけども、いやマジむずいですね。絶妙にリズムが違うの。これをアンプしろって言われたら絶対無理なんだけど、アンプするの超苦手なのね。で特に同じリズムがあるけどちょっと違うみたいな、ちょっと違うみたいな感じ、本当に無理なの。だからこれやばい、アンプしづらいね。だってなんか意味わかんないリズムやってきてる途中で、思い出作りっていうかですね、やってこういう感じなんだみたいなのを学べたのね、あったかなとは思います。はい、参考にするならロールぐらい、ロールだけはちょっと上手にできたんだけどね。でしたでしょうか。全く参考にならなかったと思うんですけれども、この動画を見てくださると嬉しいなと思います。では皆さん、この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価、お褒めのコメントお待ちしております。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。